どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日は5時間で200万公演を爆稼ぎする最強の金策方法っていうのを皆さんにご紹介していこうと思います。おいおいおい、こんがり、お前200万稼げるとか言って今5000公演しかねえじゃねえかって思っているそこのあなた、ちっ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 ち、甘い。皆さんこれを見てください。こういうことってことでですね、皆さんこれを見てください。はい、ゴールデンライオンにゴールデンネックレス、そしてベースが2つにターゲットモッドってことでですね、このようにね、赤アイテムを集めればもうね億万長者なんですよこのゲーム。はい、ってことでもう売っちゃいましょうか。もう全部売っちゃいます。もう全て売ります、さようなら。コレクションなんてクソくらい。ってことで217万円に僕は換金する。来ました、一気に大金持ち。ってことでね、今回は、まあ、どうやってね僕がこのようにね赤アイテムを短時間で集めたかと言いますと、そうなんです、武器庫ラッシュです。はい、武器庫ラッシュのね、もう金庫開けてるだけでね、もう赤アイテムがねもうザックザクなんですよ。はい、まあ、今回ね、キーカードになってくるのがこちらのね、出口の、キーカードってことで、まあ、これをですね、まあ、買ってで、まあ、金策をするってことですね。はい、まあ、40万円、かかるんですけれども、まあ、それはですね、まあ、最初のね、まあ、あの手数料みたいな感じで、まあ、前金ですよね。この40万円が、まあ、200万公演になったらさ、もうブラックアドじゃないですか。まあ、だから、まあ、これはですね、まあ、投資なんですよ。はい。まあ、必ず買ってください。ただね、僕ね、深夜にね、昨日やってた時は、まあ、5時間でね、赤アイテム5個、まあ、1時間に1個出てたので、まあ、3回にね、1回は、まあ、必ずね、出てたんですけど、朝ね、この武器庫ラッシュ、まあ、やってた時にね、これ10回開けたんですよ。はい。その結果、なんと、赤アイテム、ゼロ円、間違えた、ゼロ個ってことで出なかったんですよね。なんかさ、夜の方が出やすいとかあるか、これもしかして。気のせい。 いや体感ね、昨日の夜とか深夜だともうザクザクだったのよ。めちゃめちゃねレアアイテムがねゴロゴロ落ちていたんですが、ちょっとね、あの無料金庫からの出も悪いしさ、朝ね、もしかしたら良くないのかもしんない。朝とか昼とか、やっぱプレイのさ人口とかとさ関係があるのかしら。まあよく分かってないんですけど、まあもしかしたら関係がないかもしれないんですが、ただね、まあ10回やって0回の時もありますので、まあ皆さんね、その辺をご了承くださいませ。まあただうまくいけばね、まあ、相当稼げるんですよ。無課金の方はね、まあ、1×2 マスのね、安全コンテナ、まあ、取ることができますので、まあ、それはね絶対取っといた方がいいと思う。はい、ワンチャンね極秘文書が出る可能性も大いにあるので、コメント欄でもねめちゃめちゃあの極秘文書のね、出ましたっていう報告コメがね、たくさん届いていますから、まあ、皆さんね、ぜひとも 1×2 マス、必ずね、装備して、まあ、やるようにしてみてください。はい、ということで、まあ、今回もね武器庫ラッシュやっていくんですが、まあ、ドワンテはこのやっぱ真ん中なんだよな。真ん中のね MP5 とか、まあ、めちゃめちゃ強い。ってことでですね、まあ、とりあえずこの装備でねやっていきましょうか。まあ、赤アイテムのね、排出の内訳なんですけど、5個中ね3つがあの下のね地下の青いカードキーのところから出ましたね、電子金庫から。残る2つのうちのね1個が2階の鍵部屋から1つで、もう1個がね、地下の無料金庫から1つ出ました。はい、ということで、まあ、やっぱり一番ね可能性があるのは地下の電子金庫かなと思いますので、まあ、とりあえずね、地下の電子金庫にもうガン出していきましょう。はい、まあ、真ん中装備でいけば多分負けることはないと思いますので、まあ一番端のね、左端の装備で行ってしまうと、結構ね、勝率っていうのは、だいぶぐっと下がってしまいますから、皆さんね真ん中装備で行くのがいいんじゃないかとも思うんですが、とあるねコメントによるとですね、まあ、やっぱりねあの800万円溶かしたっていう方もいらっしゃいますので、まあ、武器庫ラッシュっていうのはねやっぱりモロ刃の剣っていうところはねあるんじゃないでしょうか。はい、ということで、ガソスタで湧いたんでこれ最悪です。はい、まずは、
ガソスタで沸いた瞬間にこのね、ナイフ持ち替えてもうさっさとねもう武器庫行きましょう。左の脇のやつとかね全然気にせずにさ、もうこっち側行けばいいから。でまあリスナーがいるんでリスナーにしっかりとね、肉壁要員になってもらって僕はもうがっぽり稼いでいきましょうか。まあ、こんな感じでねこっち抜けてあげて、もうまっすぐ行くだけであの1分のところには着くので、で1分40秒はもう作動しましたか。まあ、ここ1分40秒行くのね、まあ、ありよりのありなのかもしれないんですが、僕はここ行きません。はい、僕はここねやっぱ1分の方を攻めていこうかなって感じなので、とりあえずこっち側行きましょうか。まあ、こっから抜けていくわけよな。あれ目の前に見えるやつさ人か、ようわからん。あいつワンチャン人の可能性あるぞ。コンは、あれ普通に人かな。足ばかれた。あ、人がいるんだ、あそこに。はい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 。あ、2枚いるわ。2枚来ちゃってます。じゃあここでさ、スニークかまして、開けた瞬間にジ・エンドセレモニーですよね。はい、君はもうジ・エンド。僕がジ・エンドになりそう。危ない。ちょ、マジでやばい。頼む。あー、ガバピピン、ちょっとすいません。あーはい、ということでですね、秒速19センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。いや、まあね、このゲーム、運ゲーですので、もう仕方ない。切り替えていきましょう。もう脇ポジゲーの、まあ周回ゲーなんで、はい、死にゲーですね。この武器コラッシュっていうのはね、本当にね、もう死にゲー要素がもう半端ない。もう死んだら死んだで切り替えて次に行くっていうね、もうなんか死に慣れすぎてさ、逆にね、ちょっとプレイングがですね、荒くなってしまう可能性もあるので気をつけていきたいんですよ。本当にこっちに慣れてしまうとね、マジで風作とかでやった時にさ、もうだいぶね荒削りなね、まあ、ムービングになってしまいますので。あ、いるわ、なんか知んないけどいるな、こんわ、あいつなんだ、あれちょっとしばいとくわ。一旦さここで撃ってあげて、まあしっかりとですね敵にダメージを与えて引いてもらう、これがまあご挨拶ってことですよね。敵いるぞ目の前。とりあえず、あ、しばいてる。これ誰がしばいたんだ。普通に味方しばいたか。で、まだ奥にいるな。こいつをしばかねえといけねえってことですよね。とりあえず、はい、上からこんにちは。なんでしばけないの？カッツァ！マジかよ。やめてください。ちょっと味方のカバ欲しい。あ、マジ！より味方死んでんじゃん。とりあえずこれで死んだか。まだ、待て。後ろやばい。やばい。オッケー！これで全員しばいて GG よ。さあ MP5 はもらっておくぜ。レジェンドニキ、ありがとな。どうしよっかな、これ。ちょっと待ってください。いろいろとまあ考えることがありますよね、これね。リグの中から整理をしてあげて、で、ちょっとね、卵飯シェフもにっこりの ASMR のお時間から始めていきましょう。まあ、これでですね、まあ、ランクポイントは漏れましたので、まあ、とりあえずいいかなと。まずは包帯巻き巻きタイムから入っていきましょうか。とりあえず手術巻き巻きタイムセカンドシーズン入れますね。あと1分であそこ開きますんで、その前にね手術を巻き巻きしてあげて、でまあ回復も巻き巻きして、まあ、全開しましょうか。回復乏しいな若干。なんでこれ、こんなに回復ないことあるんだ。この人からもさ回復しばくわこれ。マジでさ回復大容量ないかなこれ。ちょっと頼む、すいません、回復大容量が欲しいんですけど。なんで？ちょっと頼む、バッグの中に回復大容量。うわ、ないか。マジか。ちょっと回復これ心もとないぞ。怖い。じゃあちょっとこの120ももらっとくわ。仕方ないから。さあ行きましょう。まずい。ちょっとすいません。私も入れて欲しいんだけど、なんで？まあ、こっちの1分の方から入れたらね。まあ、地下は結構近くにありますので、まあ、地下だけに。はい、なんつって。全部スルーしていきましょうか。まずい。お前ら強すぎな、本当に。やめろ、マジで。ふざけるな。ほんとやめてくださいよ。もう、まずい。殺される。やばい。マガジンが空。待ってください。とりあえず、しばいてあげて。で、ここさ、ゲートオープニングセレモニー。これなんですよ。この武器コラッシュの楽しみは。これで、まあ、しっかりとね、この電子金庫から、まあ、がっぽりね、いただくっていうお宝を。さ、カモン！赤アイテム来い！マジで来るかもよ！これ来た！はい、来ない。まあ来ないんですよね。朝は来ないんですよね、本当に。マジで、おっと待って！チーターが山から落っこチーター、おやまあって感じ。まあ惜しいな、これは。
まあ、ニアピンってところでしょうか。まあ、とりあえず、ちょっと手術も巻き巻きタイムもかましてあげて、だいぶまずい。まあ、スカブをですね、初動ね、まあ、無視するか否かっていう問題があるんですけれども、まあ、僕は結構無視しちゃいますね、これ。めんどくさいんで。まあ、僕はね、金策ムーブしてるときは、もう死亡することもね、もうちょっと割り切ってあげて、もう金策にね、もう全集中してるので、まあ、大体スカブはスルーしますね。はい。まあ、とりあえず行きましょうか。もう絵師直せませんので。じゃあ一旦ちょっとこっち側行ってあげて、まあ、無料金庫ね、開いてなかったら開けましょう。もう開いてるよな。とりあえず ASMR から入っていきましょうか。いやー、ちょっとこれさ、絵師直せてないからね、玉込シェフがめちゃめちゃ遅い。で、上にいるのかこれ。ワンチャン人がいるかもしんない。まあ、ちょっとそいつらもしばきたいですよね。ちょっと無料金庫まだまだあると思いますので、開けに行きたいのですが、じゃ、マジでさ、いてくれるなよ。さらに上か。これさ、普通に人か？ちょ、わかんねえ。あ、普通にスカブか。これスカブなんで。スカブちゃんはしばいてあげて。で、こっち側のさ、鍵部屋。こっからもね、赤アイテム僕は出した実績がありますので、まあ、期待値としてはかなり高い。さあ、オープニングセレモニー入ります。さあ、来い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 。マジで来い。来い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 。来い。いやー、惜しい。惜しいな。かすってんだけどな。じゃあちょっととりあえずこっち側行きましょうか。あ、怖い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 。このさ、武器コラッシュってね、頭に当てる意識ができるので、非常にですね、まあ、ためになるというか、練習になるんですよね、普通に。さあ、まず AP 弾も入ってるんで、ここの鍵部屋も開けちゃいましょうか。さあ、じゃあちょっとこっちからは出たことないんですが、まあ出しましょう。さあ、ちょっとびっくりしました。1×2 マスは心臓に悪し。ちょっとツールボックスもまあもらっとこっか。こっち側の無料金庫はもう開いちゃってますね。はい、ということで、もうこれにてね、金庫終了しましたんで、まあ、あとは帰れればって感じですかね。無料金庫も全部終了していますので、ここでマガジンリロードタイムからの、ちょっとここで ASMR のお時間かましておきましょうか。いや、これ手術キットないの相当たるいな、本当に。まずい。さあ、そして1分40秒のゲートモーター稼働してしまいました。これはまずい。ちょ、もうめんどくさいので、さっさとね、帰らせていただきましょうか。もうここ開けちゃいましょう。で、このさ、武器部屋、あ、いや、今回めちゃめちゃいいぞ。これ何これ ?MPX かこれ。違うか。MPX とさ、これ MDR ですよね。いやー、ちょっとね、武器が2個あったら開けたかったんですけど、もう赤鍵はないので、まあ、とりあえず、やむなしで、これ開けられませんって感じ。いや、マジか。朝でもこんな感じあるんだ。夜だとね、もうここほぼ毎回さ、武器ね、あったので、非常に美味しかったですね。夜は夜で。まあ、朝と夜のドロップ率に関してはね、まあ、正直何の根拠もないのですが、まあ、僕の体感値によるとね、かなり夜の方が出ますので、まあ、皆さんね、よかったら夜とか深夜帯にね、やることを僕はおぬぬめします。はい。朝と昼はマジで出ないからね。とりあえずもう地下開けちゃったんで、僕は地下からね、もうさっさと帰ってしまいましょうか。まあ、残りはですね、まあ、48秒なんですけど、まあ、皆さんね、このように武器コラッシュね、まあ、周回してみてください。赤アイテムの出が、なんかめちゃめちゃいいので、はい。とあるね、まあ、情報筋によると、まあ、このね、武器コラッシュと武器庫のね、まあ、アイテムのドロップ率っていうのは、変わらないみたいなんで、まあ、やっぱね、出るときはめちゃめちゃ出るんですよ。もうザクザクなんで。あ、来てるか。大丈夫か。まあ、極秘文書とかね、出た方は、ぜひともね、教えてください。極秘文書、出たコメント、お待ちしております。もう来ないよな。まあ、来てるかもしれないんだけど、まあ、普通にこれはね、帰る選択肢を取っていく。さあ、ということで、まあ、今回もね、完璧なレイド、かましました。対戦、ありがとうございました。はい、ということでですね、本日の最終結果はこっちね。13万円ってことでですね、まあ、このイベントがですね、まあ、シーズン3が来るまでの、まあ、限定イベントになるので、皆さんね、残り数日ですが、まあ、この武器コラッシュね、ガン回しして、まあ、無料金庫なり有料金庫なりね、開けてみてください。極秘文書多分出ると思う。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。